こんにちは、バーテンダーの直人です。今日はヘブンヒル蒸留所の大火災事件って何、これを見ていきたいと思います。現在ヘブンヒルの主力蒸留所はルイビルにあるバーンハイム蒸留所になっていますが、それ以前はバーンスタウンになりました。なぜ変わったのか。それは1996年落雷による大火災で44棟中7棟約9万タルを焼失し、その後シェンディ社の持つバーンハイム蒸留所を買収したからなんです。この火災によりヘブンヒル、イエローローズ、セントニックなどたくさんの長期熟成バーボンにも大ダメージを与えました。さらに1999年にバーンハイム蒸留所を買収したわけなんですけども、この蒸留所の移動がヘブンヒルの味を変える決定打となってしまいます。蒸留所が変われば環境も変わります。一番はマッシュビルの変更をせざるを得なかったことです。バースタウン時代はコーン 75%、ライ麦 13%、大麦マックが 12% というマッシュビルでしたが、バーンハイム蒸留所に移ってからはコーン 78%、ライ麦 10%、大麦マックが 12% とライ麦比率も大きく変わっています。さらにイーストもジャグイーストはドライイーストにしなければいけないなど、とても困難な状況に追いやられていました。そんな困難を乗り越えて今でも頑張り続けるヘブンヒル蒸留所。蒸留所が違うバーンスタウン時代とバーンハイム時代を飲み比べてみるのも面白いと思います。簡単でしたがお分かりいただけましたでしょうか。それじゃあ今日はここまで。また見てね。